彼にとってどんな夏になるんでしょう。この2010ドリームカントソーラーカーレース鈴鹿19回目の夏も僕ヘンリーが皆さんのお相手をします。今日もやはり気温は高くなるでしょう。どうでしょう。太陽をさんさんと浴びてこのエンジンワンクラスが戦いを進めることになります。さあそれぞれゆっくりとメカニックたちがスターティンググリッドが離れました。ドライバーは今年の時間は少し持ちますが、それ以前に4時間、もちろんこの4時間というのは1人で走るわけではありません。で義務付けられているレギュレーションの中でドライバー交代1回はしなくてはなりません。さあスターティングドライバーはどんな気持ちでいるんでしょうか。未来を見つめているでしょうか。2年連続ランナーアッパーのエコールポジション平塚、さらにエンジョイ2クラスからやはりジャンプアップしながら、これエンジョイ1で表彰台を狙うプリッツ、堺国家校後方からの追い上げは神戸高専、あるいはさらにもっと後方からの追い上げは大分工業高校自動車部もあります。後方予選15番手からのスタートになっています。昨年のディフェンディングチャンピオンカーナンバー101千葉黎明はもちろん3列目からのスタートです。さあ未来に向けて太陽の光を愉快に浴び、それをエネルギーにし、どんなドライビングをするのか。ドリームカップソーラーカーレース2010エンジョイワンクラス、さあスタートまで残りあと1分です。すでに60秒のカウントダウンがスタートを切りました。FIA アーバンエンジンエンジンスカップドリームカップソーラーカーレース2010。スタートまで10分、まもなくペインカウントダウンです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。さあシグナルがグリーンに変わりました。さあいいスタートを切ったのは4列目からの大阪府立西野田のマシンでしょうか。さあ出ようとしています。あ、それ沖縄でしょうか。ティーム沖縄は猛烈なゴルフに携わってきたティーム沖縄がすでにまもなく1コーナーのパーク1ギリギリに入ります。猛烈なスタートです。さらに平塚アニマンスのポジションですが、平塚もやはり素朴なスタートを切っているんですが、ロケットスタートを切ったのは南部工業高等学校ティーム沖縄ライトニング沖縄です。さらに3番手のポジションには宇都宮いますね。宇都宮工業高校、さあここで前トップグループがすでに2コーナーから S に向かっています。さあそして今回初めてのエントリーでもあるカーナンバー123福岡県立仮田工業高等学校の場所の夏、彼らにとってどんな夏になるんでしょう。この2010ドリームカントソーラーカーレース鈴鹿19回目の夏も僕ヘンリーが皆さんのお相手をします。今日もやはり気温は高くなるでしょう。どうでしょう。太陽をさんさんと浴びてこのエンジンワンクラスが戦いを進めることになります。さあそれぞれゆっくりとメカニックたちがスターティンググリッドが離れました。ドライバーは今年の時間は少し持ちますが、それ以前に4時間、もちろんこの4時間というのは1人で走るわけではありません。で義務付けられているレギュレーションの中でドライバー交代1回はしなくてはなりません。さあスターティングドライバーはどんな気持ちでいるんでしょうか。未来を見つめているでしょうか。2年連続ランナーアッパーのエコールポジション平塚、さらにエンジョイ2クラスからやはりジャンプアップしながら、これエンジョイ1で表彰台を狙うプリッツ、堺国家校後方からの追い上げは神戸高専、あるいはさらにもっと後方からの追い上げは大分工業高校自動車部もあります。後方予選15番手からのスタートになっています。昨年のディフェンディングチャンピオンカーナンバー101千葉
芝黎明はもちろん3列目からのスタートです。まあ、未来に向けて太陽の光を床に上げ、それをエネルギーに投資し、どんなドライビングをするのか。ドリームカップソーラーカーレース2020エンジョイワンクラス、さあスタートまで残りあと1分です。すでに60秒のカウントダウンがスタートを切りました。 FIA アーカネイティエンジンスカップドリームカップソーラーカーレース2010。スタートまで10分、まもなくテンカウントダウンです。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。さあシグナルがグリーンに変わりました。さあ1スタートを切ったのは4列目からの大阪府立西野田のマシンでしょうか。さあ出ようとしています。あ、それ沖縄でしょうか。ティーム沖縄は猛烈なゴルフに伝わってきた。ティーム沖縄がすでにまもなくチューナーのパーク1入り口に入ります。猛烈なスタートです。さらに平塚アニマットのポジションですが、平塚もやはり素朴なスタートを切っているんですが、ロケットスタートを切ったのは南部工業高等学校ティーム沖縄、ライトニング沖縄です。さらに3番目のポジションには宇都宮がいますね。宇都宮工業高校。さあここで今トップグループがすでに2コーナーから S に向かっています。さあそして今回初めてのエントリーでもあるカーナンバー123福岡県立海田工業高等学校の場所の夏、彼らにとってどんな夏になるんでしょう。この2010ドリームカップソーラーカーレース鈴鹿19回目の夏も僕ヘンリーが皆さんのお相手をします。今日もやはり気温は高くなるでしょう。どうでしょう。太陽をさんさんと浴びてこのエンジンワンクラスが戦いを進めることになります。さあそれぞれゆっくりとメカニックたちがスターティンググリッドが離れました。ドライバーボードの時間は少し持ちますが、それ以前に4時間、もちろんこの4時間というのは一人で走るわけではありません。義務付けられているレギュレーションの中でドライバー交代1回はしなくてはなりません。さあスターティングドライバーはどんな気持ちでいるんでしょうか。未来を見つめているでしょうか。2年連続ランナーアップのリポールポジション平塚、さらにエンジョイ2クラスからやはりジャンプアップしながら、これエンジョイ1で表彰台を狙う国立境国学校、後方からの追い上げは神戸高専、あるいはさらにもっと後方からの追い上げは大分工業高校自動車部もあります。後方予選15番手からのスタートになっています。昨年のディフェンディングチャンピオンカーナンバー101千葉黎明はもちろん3列目からのスタートです。さあ未来に向けて太陽の光を愉快に浴び、それをエネルギーに投資し、どんなドライビングをするのか。ドリームカップソーラーカーレース2020エンジョイワンクラス、さあスタートまで残りあと1分です。すでに60秒のカウントダウンがスタートを切りました。 FIA アーカネイティエンジンスカップドリームカップソーラーカーレース2010。スタートまで10分、まもなくテンカウントダウンです。
さあシグナルがグリーンに変わりました。さあ右スタートを切ったのは4列目からの大阪府立西村のマシンでしょうか。さあすでにトップに出ようとしています。あ、失礼、沖縄でしょうか。ティーム沖縄は猛烈なゴルフになったとしたティーム沖縄がすでにまもなく西村のパーク1入り口に入ります。猛烈なスタートです。さらに平塚アニマットのポジションですが、平塚もやはり素朴なスタートを切っているんですが、ロケットスタートを切ったのは南部工業高等学校ティーム沖縄、ライトニング沖縄です。さらに3番目のポジションには宇都宮ですね、宇都宮工業高校。さあここら辺は行くとトップグループがすでに2コーナーから S に向かっています。さあそして今回初めてのエントリーでもあるカーナンバー123福岡県立海斗工業高等学校の場所の夏、彼らにとってどんな夏になるんでしょう。この2010ドリームカップソーラーカーレース鈴鹿19回目の夏も僕ヘンリーが皆さんのお相手をします。今日もやはり気温は高くなるでしょう。どうでしょう。太陽をさんさんと浴びてこのエンジン1クラスが戦いを進めることになります。さあそれぞれゆっくりとメカニックたちがスターティンググリッドが離れました。ドライバーボードの時間は少し持ちますが、それ以前に4時間、もちろんこの4時間というのは一人で走るわけではありません。で義務付けられているレギュレーションの中でドライバー交代1回はしなくてはなります。さあスターティングドライバーはどんな気持ちでいるんでしょうか。未来を見つめているでしょうか。2年連続ランナーアッパーのリポールポジション平塚、さらにエンジョイ2クラスからやはりジャンプアップしながら、これエンジョイ1で表彰台を狙う国立堺国家高校、後方からの追い上げは神戸高専、あるいはさらにもっと後方からの追い上げは大分工業高校自動車部もあります。後方予選15番手からのスタートになっています。昨年のディフェンディングチャンピオンカーナンバー101千葉黎明はもちろん3列目からのスタートです。さあ未来に向けて太陽の光を愉快に浴び、それをエネルギーにし、どんなドライビングをするのか。ドリームカップソーラーカーレース鈴鹿2010エンジョイ1クラス、さあスタートまで残りあと1分です。すでに60秒のカウントダウンがスタートを切りました。 FIA アーバンエンジンエンジンスカップドリームカップソーラーカーレース鈴鹿2010スタートまで15分、まもなくテンカウントダウンです。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。さあシグナルがグリーンに変わりました。さあ右スタートを切ったのは4列目からの大阪府立西村のマシンでしょうか。さあすでにトップに出ようとしています。あ、失礼、沖縄でしょうか。ティーム沖縄は猛烈なゴルフになったとしたティーム沖縄がすでにまもなく1コーナーのパーク1入り口に入ります。猛烈なスタートです。さらに平塚アニマットのポジションですが、平塚もやはり素朴なスタートを切っているんですが、ロケットスタートを切ったのは南部工業高等学校ティーム沖縄、ライトニング沖縄です。さらに3番目のポジションには宇都宮ですね、宇都宮工業高校。さあここら辺は行くとトップグループがすでに2コーナーから S に向かっています。さあそして今回初めてのエントリーでもあるカーナンバー123福岡県立海斗工業高等学校の場所の夏、彼らにとってどんな夏になるんでしょう。この2010ドリームカップソーラーカーレース鈴鹿19回目の夏も僕ヘンリーが皆さんのお相手をします。今日もやはり気温は高くなるでしょう。どうでしょう。太陽をさんさんと浴びてこのエンジン1クラスが戦いを進めることになります。さあそれぞれゆっくりと
メカニックたちが、スターティンググリッドが離れました。ドライバーは戻りの時間は少し持ちますが、それ以前に4時間、もちろんこの4時間というのは1人で走るわけではありません。義務付けられているレギュレーションの中でドライバー交代1回はしなくてはなりません。さあ、スターティングドライバーはどんな気持ちでいるんでしょうか。未来を見つめているでしょうか。2年連続ラテンアッパーのエコールポジション平塚、さらにエンジョイ2クラスからやはりジャンプアップしながら、これエンジョイ1で表彰台を狙うプリンツ堺国学校、後方からの追い上げは神戸高専、あるいはさらにもっと後方からの追い上げは大分工業高校自動車部もあります。後方予選15番手からのスタートになっていく。昨年のディフェンディングチャンピオンカーナンバー101千葉黎明はもちろん3列目からのスタートです。さあ、未来に向けて太陽の光を愉快に浴び、それをエネルギーにし、どんなドライビングをするのか。ドリームカップソーラカーレース参加2010エンジョイワンクラス、さあスタートまで残りあと1分です。すでに60秒のカウントダウンがスタートを切りました。 FIA アーバネイティブエンジンスカップドリームカップソーラカーレース参加2010。スタートまで15分、まもなくテンカウントダウンです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。さあ、シグナルがグリーンに変わりました。さあ、いいスタートを切ったのは4列目からの大阪府立西野田のマシンでしょうか。さあ、すでに上空に出ようとしています。あ、失礼、沖縄でしょうか。ティーム沖縄は猛烈なゴルフにカットアウトしたティーム沖縄がすでにまもなく1コーナーのターン1ギリギリに入ります。猛烈なスタートです。さらに平塚アニマルのポジションですが、平塚もやはりスムーズなスタートを切っているんですが、ロケットスタートを切ったのは南部工業高等学校ティーム沖縄、ライトニング沖縄です。さらに3番目のポジションには宇都宮がいますね。宇都宮工業高校、さあ、ここら辺はトップグループがすでに2コーナーから S に向かっています。さあ、そして今回初めてのエントリーでもあるカーナン